西住小次郎は、大日本帝国陸軍の軍人。陸士46期。最終階級は、陸軍不評隊員。訓後投降4級。熊本県上間式軍高さ町人多護出身。日中戦争における、第二次上海事変から助手会戦に至るまで、89、式中戦車をもって、戦車長として活躍。戦死後、軍部から公式に、 軍人として、最初に指定された軍人として知られる。西1の生下1914年、父三作、母、千代の間に、三男四女の次男として生まれた。父三作は、退役軍人であり、明治期に、陸軍共同団を経て、台湾の抗日勢力の鎮圧、日露戦争に参加、早朝から中尉まで登り詰めた人物だった。 また、祖父の新ンクは、西南戦争に、殺軍熊本隊の一員として参加、その後戦友のつてで一番小隊長だった、笹友房の設立した熊本国権党員となり、三作と、共に、地元の公共事業に尽力していた。こうした環境は、幼少期の小次郎に、大きな影響を与えており、早くから軍事にへの道を志していた。 1920年、交差尋常小学校に入学。当初胃の病気で、体が弱く、1.2年ともに1ヶ月ほど欠席していたが、成績は優秀であり、1.2年生では2番、3年から6年生は、主席だったという。1926年4月、旧制御船中学校に入学。成績は1年で18番、2年で5番、3年が3番。 4年の時は陸軍士官学校入学を優先したため7番だった。また在学中陸軍4年学校への入学も希望していたが視力が弱いため不合格となった。小学校の頃の西中は活発な印象だったが中学の頃は温和で寡黙ないわば文学少年といった印象であり当たり前のことを当たり前に淡々と取り組むタイプ。 クラスメイトの中ではどちらかといえば、記憶に残らないような存在だった。4月上旬、陸士に合格。この時、三船中学からは他に、赤星茂、西田義春、海勝恵、西住めぐみ、高田増実の5人が同じく陸士に、岡田茂正が、海軍機関学校に同時に合格している。在学中は、目黒に住む、叔父の陸軍獣医少佐。 斉藤正材門拓に下宿した。陸士では、第一中隊第三区隊の配属となる。在学中、中学以来、一連卓殖であった無二の親友が病気により、失意のうちに退学、さらに、ルームメイトと実の父を相次いで失うという、衝撃的な出来事が、相次ぎ、その後の彼の人生に大きな影響を与えた。 1934年6月の卒業後、見習い士官として、宇都宮府標第59連隊府。同年12月には、静岡府標第34連隊の陸軍風評少尉として、満州事変に従軍。これにおいて、飛行機と共に、戦車の重要性を感じた西重は、内地期間後、自ら戦車兵への転嫁を要望した。 1936年1月から、奈良市の戦車第2連隊練習部で、戦車兵としての教育を受けた後、同年8月から、久留米戦車第1連隊府に転任して、陸軍風評注意人間。89式中戦車翌年の1937年9月3日、第二次上海事変において、戦車第5大隊、第2中隊配下の戦車小隊長として、 上海五省に上陸、急遽第十一師団の不評第十旅団を帰還とする、天谷死体不評、第二十二連隊に配属された。翌日、同済大学校社内に侵入指摘陣地がある、大金河村東方の協梁を偵察。9月5日、不評、第二十二連隊、68連隊を支援し、宝山城守備隊と交戦。また、7日には、 鎮火宅付近の戦闘に参加した。以降、不評支援という重要任務で、大場鎮の戦い、南小工場戦と激戦を戦い抜き、うち5回も、重傷を負いながらも、1回も、前線を退くことなく、実に、計34回の戦闘に参加して、武君を挙げた。また、高橋大尉が負傷した際には、中隊長代理として、第二中隊の指揮を務めた。 助手海戦中の1938年5月17日午後6時半頃、ろ、宿県南方の気王省付近において、高梁畑をかき分け前進していた一行は、戦車の進路前方にクリークを発見した。西重は、戦車の塗傷可能な場所を探し逃げ車し、単身石膏を行った。そして指揮官機を水面に突き刺して、 地点を確認し、高橋中隊長に報告に赴こうとした直後、背後から対岸の中国兵に狙撃された。銃弾は、西銃の右太ももと懐中時計を貫通し、左大腿部の動脈を切断した。すぐに部下である、上秀夫吾長と法手であり、東番兵の高松高尾上等兵が、戦車から飛び出して、西銃を担ぎ込み、また別の戦車に医療が、 全面に出て、クリークと、西重の間を遮り立てとなった。西重は、出血多量のために意識朦朧となりながらも、高松城東兵に、高橋中隊長へ、クリークの塗書化の落ち点を伝達するよう命じた。部下たちによって、自身の戦車の中へと戻された西重は、衛星隊軍医の服部から、応急措置を受け止血したが、すでに手遅れであった。 自らの最後を悟った西十は、高松ら部下と高橋中隊長、そして内地の家族への別れの言葉を告げ、午後7時30分ごろ、天皇陛下万歳の言葉を最後に息を引き取った。去年24、死後、陸軍風評隊員に独身した。西十と、その登場者を写した雑誌記事死後、西十の上官だった細見信夫大佐は、 11月、千葉陸軍戦車学校で行われた講演会で西十について触れた。さらに12月17日、陸軍省記者クラブ詰めの記者を陸軍戦車学校に招き、戦車の演習を見せるとともに、再建大佐が小西十大尉についてと題した講演を行った。再建大佐は新聞紙の持つ偉大なる力によって、 この西渋隊により権限された軍人精神を全国民に知らしめ、国民精神総動員のために悲劇するところ、荒らしめたいと要請したという。この翌日、まず、東京朝日新聞が、昭和の軍神、西渋大陸軍全学校教材を飾るいくん、鉄牛部隊の若武者との見出しをつけ、その生涯と戦績について報じた。月日に、 西重の乗車であった戦車が公開され、26日に、ラジオで、再建大佐が、西重についてのラジオ講演を行うと、報道は過熱化。マスコミは、西重のことを一斉に書き立て、軍心と称賛した。背景として、南京、観光を落としたにもかかわらず続く日中戦争で、沿線艦が漂い始めた国民に、ツを入れる材料として使われたとの見方がある。 翌年3月11日、シナジヘ編戦死者、第八回論高校賞において、西重は、申し分ない典型的武人、中列騎士を中しむる、鉄牛隊長として、陸軍報道部によって検証され、主君校優勝、後四級禁止君賞を呼び、君後当局実賞を授与された。戦前日本において、日露戦争時の広瀬武夫中佐、 立花の集太中佐などがすでに軍心の損傷を受け著名な存在になっていたものの軍部によって公式に軍心として指定されたのは西重が最初であった。以降、西重は軍心西重戦車長などと謳われ広く国民に知られることとなる。また、西重が乗っていた戦三尾圧発にも及ぶ被弾魂の残る89式中戦車は 安国神社で展示され、大きな話題となった。その他にも、西重をテーマにした小説や戦時歌謡、子供向けの伝記が数多く作られている。特に、軍部の依頼によって書かれた、菊池博士による、小説、西重戦社長では1939年、東京日日新聞、大阪毎日新聞に連載されると好評を博し、1940年には、 小竹により映画化。監督は吉村幸三郎。脚本は野田光吾が担当し、上原健が西重役として主演している。また主題歌の西重戦車隊長の歌は北原白秋が作詞を、飯田忍が作曲をそれぞれ担当した。陸士合格直後の西中先輩、友人たちと共に。 配属将校の浜田獣の女体撮影不評第59連帯不死官候補生時代西中最後の記念写真。左端は細見信夫中佐。西中のポケットに入っていた懐中時計。結婚が生々しい西中の祭壇。変額の字は荒木貞お直筆のもの西中とその家族。前列左より講師、母千代、父三作、大師、自子。 一人おいて、後列左より、刑事、福田博士、小次郎、小太郎、道子。この後間もなく三作は病死したため、西重家の家族が全員揃った最後の記念写真となった。戦車、第二連隊練習部在籍中、私服姿でくつろぐ、西重。左は同期生の大熊いたる。長野県松本市出身。戦車第五大隊長。 当時は中佐。西重同様不評の出身であり、霊明期の戦車研究に携わった第一人者でもある。その後は、戦車第一師団長に就任。最終階級は中将新潟県出身。戦車第五代隊、第二中隊長。当時は大尉自身が重傷を負った際は、西重を中隊長代理に据えるなど、 西十を非常に信頼していた。その後は、戦車第六連隊の教育班長を務め、ルソン島の戦いにて、連隊長代理で終戦を迎える。最終階級は中佐。佐賀県旧小木郡と河村出身。1937年1月、17歳にて、志願兵として、戦車第1連隊に入隊。西十の部下で、主に奉手や重手を務めた。 一時期あたり万兵も務めたこともある。当時は上等兵。体重90キログラムという戦車兵に不相応な、巨漢でありながらも、日子銃の右腕として、常に彼を支え続けた。日子銃が撃たれた際は真っ先に駆け寄り、その最後を見取った。その後は、大陸での戦闘を転々とした後、ノモンハン事件に参加。太平洋戦争勃発後は、 戦車、第二師団の所属として、フィリピンに転任した。ルソン島、アンティポロ南部にて最前線に立ち、戦車は、愚か武器や、食料もほぼ失った。8月14日、合死寸前の状態で、突撃玉砕を試みるも失敗し、そのまま、翌日上官からポツダム宣言受託を知らされ、連合国側に投降した。マニラの捕虜収容所を経て、 同年11月福音。帰国後、長崎県佐世保市松瀬町に移住。長寿を保ち、2003年8月16日付の長崎新聞の取材では、小泉政権の自衛隊落派権に対し、批判的な意見を述べている。最終階級は軍僧。西中の部下で、主に操縦手を務めた。炊事係を務めたこともある。当時は五町。 1939年時点では軍曹。その後の消息は不明。同じく西十の部下で、主に操縦手や奉仕を務めた。出身地、本名その他経歴は、一切不明。西十が撃たれた際も搭乗者の操縦を担っており、高松と共に、その最後を見取った。当時は上等兵。長崎県出身。同じく西十の部下で、 主に重視を務めた。10月31日の馬道湾付近の戦闘で、車内に置いて腹部に敵弾を受け、西重の目の前で息を引き取った。なお、この際西重も重傷を負っている。戦前に刊行された西重隊を取り扱った、電気では、戦車の中にいながら、敵弾を受けたという結果が、プロパガンダにふさわしくないと判断されたのか、いずれでも、 彼の名前は一切登場しない。最終階級は上等兵。西十の中学校来の親友。同性だが血縁はない。共に陸士に合格するも、京幕炎により退学。失意に暮れる彼に、西十は自作の歌を送っている。その後は、龍谷大学を経て仏門に入る。西十の死後、遺族に懇願し彼の遺骨を、西本願寺に分骨した。 福岡県旧文寺市出身。元文字校税関職員の貿易省、野口調査三郎の次男。陸士において、西十のルームメイトだったが、昭和9年1月5日、結核により休止。同時期に、自身の父も失った西十は、その寂しさを埋め合わせるためか、調査三郎を、お父さんと呼びしたい、その後も文通を続けた。大分県出身。 西十の同期生で親友。不評、第23連隊の所属だったが、満州事変後、西十と共に、戦車、第2連隊練習部に入隊し、戦車兵将校となる。その後戦車第37連隊長となり、本土決戦に備えるも、鹿児島にて終戦を迎える。最終階級は少佐これら2点が現在熊本県語国神社に、 放納されており、英霊検証官にいて、一般開放されている。1939年11月30日風切り。陸軍省講演、文部省推薦。監督は、吉村孝三郎。脚本は、野田孝吾が担当し、上原健が、西重役。再建、細木部隊長、高橋、高梨中隊長など、他の人物はかなに差し替えられている。 山田洋二が、当時の松竹大船撮影所所長であった、木戸四郎に戦後聞いたところによれば、木戸は本作に乗り気ではなく、新人の吉村を中国ロケに差し向け、陸軍の方は適当にごまかしていたという。吉村も、いわゆる戦意高揚の宣伝映画にしたくなかった。大船町のホームドラマ風にしたかったと戦後証言、している。 批評家からの反応は不評であったが、工業は概ね好調でベスト102を収めた。1940年3月1日開演の、放祝期限2600年3月、工業東西合同大歌舞伎の五部面にて演じられた。脚本は、菊池博士が手掛け、常塾場外の民家、同翌日の午前7時、気王将付近の戦場の三部からなる。 西重役は二代目、市川猿之助。いずれも発売は1939年。ありがとうございます。